昨日、爬虫類クイズっていうことで、この亀の種類、なんだっていう、まあ問題を出したんですけれども、皆さん分かったでしょうか？ということで、答えは、ワニガメの交雑種。吉村さんね、吉村知事、許可をいただき、ありがとうございます。で、ワニガメの交雑種しか書いてないんですけど、ワニガメとカミツキガメの交雑種になります。法律上正式な名前はワニガメとカミツキガメが交雑することにより生じた生物。あと特定動物に、ね、今後愛玩使用できなくなるっていうことで、まあ、販売する方も新たには許可を取れなくなるっていうことだったんで、特定動物、あと僕はハナブトウトカゲ、ナイルワニですね、ナイルワニ、あとミシシッピワニ、あとはイリエワニです。イリエワニの、許可を取得しました。愛玩仕様だとその、5月の末日までに取得した時の個体から増はできない、減はできるんですけど、増やすことはできないんですけれども、販売業者は、今後も仕入れたりとか販売するっていう増減ができるっていうことなんですけど、ただ種類に関しては増やすことができないっていうことだったんで、販売予定がもしあるのであれば、事前に5月末までに許可を取得してくださいっていうふうに言われたんで、この花ぶとミシシッピワニ、イリアワニ、あとナイルワニですね、ナイルワニの許可を取りました。なんで今後、僕はアフリカニシケビ、イルワニシケビ、アミニシケビ、アメジスト、ニシケビ、ボアコンストリクター、オアナコンダ、シャムワニ、ワニガメ、イリアワニ、ミシシッピワニ、ナイルワニ、ハナブトウトカゲ、あとはワニガメとカミツキガメの交雑種に関しては仕入れたりとかはできるんで、まあ、増加はまあできるっていうことですね。ということで、正解はカミツキガメとワニガメが交雑することにより生じた生物でした。ということで、ちょっと体を見てみようと思います。僕のイメージなんですけど、こういう角度で見ると結構ワニガメっぽいなって思うんですけど、なんか上から見るとキールがね目立たないからかな、あと甲羅の形全体的にちょっとカミツキガメっぽいのかなと思って、こうやって見るとパッと見あれカミツキガメかなっていう風に見えるのかなと思います。で、六甲板と円甲板、このここですね、ここ六甲板って言います。で、この縁のところ、この縁のところが円甲板ですね。で、ワニガメはこの円甲板、この間ですね、ここにまあ大体3つ上円甲板っていう甲板があります。原始的な、特徴を残しているってことで、原生しているカメではワニガメのみに見られる甲板ですね。それがねないっていうところがまず大きな特徴ですね。で、まあカミツキガメっぽいんですけど、3つ3本キールがねしっかり入る背中に。カミツキガメはねこんな風にしっかりとした黄色はないです。顔つきなんですけど、顔つきもちょっとね独特で、まあワニガメ、ちょっとワニガメじゃないなみたいな、どっちかというとカミツキガメに似ているような気もするけど、カミツキガメの顔でもないみたいな感じの顔です。で、ワニガメっていうと、ルアーリングですね、口の中に舌が変化したルアーっていうのがあって、それで魚をおびき寄せるんですけど、はい、こんな感じで、ルアーないです。
で動きとして見ればこうやって持った時、まあ、答えにもよるんですけど、どっちかっていうとワニガメってこういう風に口開けて威嚇してきて、カミツキガメってすごい首を伸ばして噛んでくるイメージなんですけど、この個体はどっちもしますね。かなり素早く首を伸ばして噛みついてきたり、ワニガメみたいにこうじーっと固まって口だけ開けて威嚇してきたり、で捕食する時とかもワニガメってどっちかっていうとこうじーっとして口開けてルアリングしたりとか、餌見つけてもゆっくり近づいていって水を吸い込みながら食べるっていう感じなんですけど、カミツキガメって割と積極的に追いかけて、首がねすごく長くて袋状になってて、水を勢いよく思いっきり吸い込んで首を伸ばして捕食するっていう感じなんですけど、動きで言うと、カミツキガメみたいな餌の食べ方をするのかなって感じですね。割とガンガンアグレッシブに近寄っていって素早く首を伸ばして食いつくみたいな感じの食べ方をします。僕はまだ確認してないんですけど、ルアリングもするみたいです。口を開けて、ルアーはないんですけど口を開けて魚を待つみたいな行動もするみたいです。本当に両者の中間みたいな感じのカメで面白いです。名称としては、キメラスナッパーっていう風な呼び方もされているんですけど、キメラって一つの個体の中に複数の種類の細胞が混在しているような状況を指すんで、まあ、キメラっていうのが名称として合ってるかっていうと間違ってるんですけど、ただすごいねこの特徴っていうのかな、ワニガメとカミツキガメをパーツごとになんか取ってつけたみたいな不思議なカメで、キメラスナッパーっていう響きもすごいんでね、めちゃくちゃ、浸透はしている呼び方ですね。名称としてはハイブリッドの方が正しいんですけど、すごいねなんていうのかな、状態を言い表しているというか、すごい特徴を捉えた名称だとは思います。ということで、昨日の正解はワニガメとカミツキガメが交雑することにより生じた生物でした。